NHKBS の絶景ヨーロッパの山小屋巡り見ました。これはヨーロッパの山小屋とそこの主人や登山客の山小屋での過ごし方を紹介する番組で、僕山登りはしないんですけど、昔から山小屋の生活には憧れがあって、この番組はそんな僕を差しに来てるんですよね。だってヨーロッパの人たちが山小屋で山見ながらサウナ入ったり、みんなで歌歌ったり、夕日を見てうっとりしたり、もうマジ素敵やんが詰まってるんですよ。その中でカルロさんっていうマイク巻き山番って感じのチャラい山小屋の親父が出てきて、この親父がお客さんをもてなすためにケーキ作るんですけど、何のケーキ作ると思います？リンゴのタルトっすよ。くーそうきたか。もうこれだけでたまらんもん。リンゴのタルトはおばあさんが作るものって相場決まってるじゃないですか。でもこの山マイクがリンゴのタルト作るんすよ。このギャップ素敵やん。とにかくこの番組やってたら見ちゃうんすよね。